バンノーバンノー初登場の時はいいやつだと思ってたのによくも裏切ってくれたな。はい、レオンチャンネルです。ということでプレ版からデラックス万能ドライバーが到着しましたので早速開けていきましょう。もうこの中に万能ドライバーが、これじゃない、万能ドライバーが2つ入ってるはずです。もしかしてね、もう怒りのまま傷つけてしまう可能性がありますから2つ買ったんですよね。はい、開けて中身を出すと、まずは伝票、そしてプレミアムバンダイのいつものやつ、さらに、あ、もう見える。はい、このようにデラックスバンドドライバー段ボールに入ってますけど、まずは一つ取り出しましょう。よっと、はい、バンドドライバーの段ボールはこのような感じですね。それでは、あ、開けた、これじゃない。それでは開けましょう。開かない、開かない、開かない、バンノ開かないぞ、バンノ。天十郎、あ、開きました。はい、出すと、よっと、お、なんか、意外と、黒色の箱かと思ったら、意外にも黄色。あの、ゴールドドライブの金の色をイメージしてるんでしょうか。薄髪、お、バンドドライバーのバンドの顔がここにあります。出す出すとりあえず開封前から出す。はい、そしてもうほんとね、バンド、もうドライブが最終回してだいぶ経ちますけど、デラックスバンドドライバーが到着する時にはだいぶ怒りがね収まってると思ったんですが、全然そんなことはなくて、いや、やっぱりこいつは、こいつだけは許せない。そして薄髪を取りますと、来たー！ゴールドドライブ。パッケージめちゃくちゃかっこいいんですけど、いい。そして横には、おしゃれな感じでゴールドドライブが映ってて、で、裏側？表側？こっちは裏側ですね。表側が万能ドライバー。これもなんか、立体的な、あ、ここ、ちょっとモコッとしてるバンドドライバーの部分だけ別のプリントですね。へえ、すごっ、かっこいい、お金かかってますね。さすがバンド天十郎、自分のパッケージも相当こだわって作ってあります。それでは開けましょう。本レビューはね、近いうちに説明書をしっかり読み込んで出しますが、とりあえずは開封レビュー。はい、パカッと開けて、せいの、よっと、おー、普通の一般販売品的な感じですね。さらに開けると、ドン、ん？おー、ここにいた、バンの。バンのドライバーとシフトブレスと赤色のベルト。ビニールの上からだと、まだいまいちわかりませんが、黒光り。めっちゃ黒光り。ドライブドライバーとは、だいぶ雰囲気が違いますね。おーおーおーおお、光ってる光ってる、めっちゃブラック。シンプルな黒じゃない。ちゃんと粒子が入ってますよ。この辺のゴールドの感じは、普通のドライブドライバーと一緒で、で、受信部を外して、このような本体が入ってました。万能万能サワーガンってね、やると。ダメですからね。おもちゃですから大切に扱わないといけませんけど、さーって感じで。やりたい衝動を抑えつつ、さー、さー、さー、万能。なんの開封レビューだっていうね。はい、このような本体が入ってました。そして、表側はこうで、裏返すとこうです。シフトブレス。これは、やっぱり、ホームページに書いてあった通り、個別認識スイッチはなくなってて、ただのレーンですね。赤いベルトは、標準のドライブドライバーと同じ色ですね。作りも一緒。ベルト止めも特に変わらず、ライダーマークがデザイン入ってますね。では、ちょっとだけ、音声を鳴らしましょう。電池。炭酸を3つセットして、シフトブレス側も絶縁シートを抜きます。それではここに電源がありますので、初電源オン。私は万能天十郎、ロイミュードの生みの親にして、キリコとゴ
京屋だ。おーすごい。ベルトさんみたいに LED が回転して顔が浮き上がるわけではないんですね。まあでも元々バンの表情変化しませんもんね。そして結構長台詞が電源オンと同時になりました。私はバンの天十郎、すごい。ロイニュードの生みの親にしてキリコとゴーの父親だ。おお前に父親を名乗る資格はねえ。でボタンって、あ、そっか、ボタンはなくてもここにエンジンキーがあって、これを回すことで、ん？なんだ？あの武器を奪うやつ？でシフトブレスと連動させるとボタン押します。何か私に尋ね事かな。おー音声クリアで大きい。これが40種類以上のセリフが入ってるんですよね。でシフトカーをセットすると、おー反応する。ちゃんと着脱音になりますね。よっ、あー着脱音こそなりますが、特にシフトアップとかの連動はなし。あーは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 ーわはは。悪いやっちゃな。ほんと突き抜けた悪人ですから、逆に気持ちいいですね。あ、電源切れました。連動はスイッチのみっぽいですよね。ゴールドドライブの変身遊びと、あ、必殺技キック遊び。いろんなモードがありますね。さっき音鳴りましたもんね。で、通信モード遊びで、バンの博士が喋る遊び。で、シフトカードの必殺技遊び。おー多彩。でもこれ定価、プレ版で6480円でしたから、割と、まあ良心価格ですよね。で、通信モードの音声がずらっと書いてあって、全42種類。もちろん、あの、情けない最後の命乞いセリフも入ってるらしいですから、それだけが、聞きたい。ボタンを連続で押せば飛ばせるかな。何かまたこの世の、あ、いけるいける。これでは困ってんひどいな。おや、そう、これがちょ、これから今回この部屋で遊びはここまでだ。いい。何より約束パート。私に従う。私のお前らどうさく超情け山を。お前はワプロトゼロ、なんだその姿は。こんなありえない、許さん。待て待つのだゴー。偉大な私の頭脳をこの世から消してはならない。出た、このセリフ。このセリフと信号アックスを連動させることで、やめろ、やめろ、言っていいよー。